町田市長選挙の、無所属の候補予定者である清原治さんにお話を伺います。よろしくお願いします。こんにちは。町田市長選挙候補予定者の清原治です。今回無所属ですけども、多くの市民の 方と一緒に、多くの政党も支援をしていただいています。多分地方選挙、国政でも少ないと思うんですけども、6党推薦ということで、立憲民主党さん、日本共産党さん、令和新選組さん、社会民主党さん、生活者ネットワークさん、緑の党さん、6党の推薦をいただいています。無所属ということで、多くの市民が私に期待をしていただいているという今回の選挙だと認識しています。やはり変えてみたい、変えていきたい、皆さんの気持ちが受け止めるという選挙かなというふうに感じています。これまで政治家ではなかった清原治がなぜ出たかというのは、やはり今の姿勢が市民の声をちゃんと聞いていない、市民の思いを受け止めてないという実感からです。ちゃんと姿勢を取り戻したいという多くの市民と多くの政党が私に決意をさせていただきました。皆さんの思いをしっかりと受け止めて、しっかりと市民の声が聞ける姿勢を作りたいと考えています。ぜひ皆さんの声を届けていただき、新しい町田を作りましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。